どう激辛ジョニーです。今日もみんなの刺激をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回はですね、埼玉県川越にありますタイ料理、ランマイさんにやってまいりました。で、こちらですね、一応このタイのシェフが作る本場の家庭料理が味わえるということで、それぞれのメニュー自体がね、非常にこう辛い味付けになっています。で、今回挑戦するメニューが、タイ南部カレーと言われるゲーンタイプラっていうね、非常に辛みの強い、ここで一番辛いカレーになります。もともと辛いもんですから辛さ調節はできないといった感じなので、ね、今回これに挑戦していきたいと思います。それではですね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。川越のタイ料理店ランマイの焼きそば、辛いです、半端なく激辛ですということでね、こうカレー以外にも、焼きそばがあったりとかご飯類とかガパオライスとかいろいろあるんですけども、なんかねタイフェスティバルにも出店されてたようですね。もう料理自体がね非常にこうスパイシーな感じになっております。で、ね、これ、ね、メニュー表を見るとね、こうメニューのところにね唐辛子マークが立ってまして、一応この今回挑戦する、タイ南部カレーに関しては辛さレベルマックスの、唐辛子5つマークがついております。それでは、カレーを待ちましょう。いただきます。さあ、ゲーンタイプラーさん、お手並み拝見ですよ。こんにちは。さあ、早速食べていきましょうか。もうね、運ばれてきた瞬間にね、これいかにもやばそうな、こう鼻をツンと刺すような香辛料の刺激がありますけども。いや、一撃だ。はあ、目の瞳孔が 1.5 センチ大きくなるぐらい、衝撃がすげえ。独特の風味で美味しいですけど、具材ね、いろんなこうエビとかいろいろ入ってます。お米と合います。カレー。マジで強烈だね。過去にタイ料理屋でゲンパーカレーっていうカレーを食べた時もすっげえ、ものすごい強烈な辛みだったんですけども、それと同じような刺激です。なんかね、唐辛子はこういろいろこうブレンドして入れてるそうで辛みを出してるそうなんですけど。おそらくタイ産の唐辛子ですけど、かぼちゃ、本場の家庭料理こんな辛いの、これは辛い。辛すぎてスープのハンドリングがうまくいきません。焦ってます。タイのカレーはいつ食べても辛い。マジで辛い。ちょっとエビいってみましょう。エビおいしい。おいしいけど辛い。とご飯を一緒に入れて、もうかき込んでラストスパートかけたいと思います。これ辛マジえぐいわ。味わってる余裕すらないのこれ。もうこれはスピード勝負だ。いきます。よし、かき込むぜ。乗り継いだ境地、残すところわずか。残りこの台南部の衝撃からカレーを食べ干して、この激辛バトルにけりをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルを発表していきましょう。ランマイさんのタイ南部カレー辛さレベルじゃらららら辛さレベル 9.5 です。はい、限りなく10に近い 9.5 です。抜群の辛さでした。本当にね、ただただ辛い。もうこの汗を物語ってます。こう口の中がしびれてうまくロレスが回らないんですけども、過去にもねゲーパーカレーっていうカレーを何度も食べてきましたけれども、よりね辛さが引き立って非常にね辛い。でもね嫌な辛さではないですね。そのいわゆるハバネロとかブルートシュレキャーとか使ってあまりこうね粉末パウダー使うと非常に苦味とかしてちょっと正直美味しくないなってあるんですけども、今回の嫌な辛さがしなかったです。エビとか入っててね食感もプリプリで、非常に風味も豊かで美味しかったです。ただめちゃくちゃ辛いですけども。ということで、本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、Twitter 等々更新してますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。申し訳ございません。